アニメーションの設定を行う前に、スライドショーでプレゼンテーションを確認しておきましょう。3枚目のスライドを選択します。スライドショータブのスライドショーの開始グループで、現在のスライドからをクリックします。3枚目のスライドが表示されました。エンターキーを押すと、 すぐに次のスライドに移動してしまいます。このように特に動きのないプレゼンテーションとなっています。エスケープキーを押してスライドショーを終了します。では3枚目のスライドにアニメーションを追加してプレゼンテーションの表現力を高めてみましょう。スライドのオブジェクトに対して アニメーションを設定してみましょう。3枚目のスライドのプレイスホルダーを選択します。アニメーションタブのアニメーショングループにさまざまな効果のアニメーションが用意されています。任意のアニメーションをクリックします。クリックするとアニメーションがプレビューされます。その他をクリックすると さらに多くのアニメーションが表示されます。よく使うアニメーション効果が一覧で表示されています。アニメーションには、開始、協調、終了、アニメーションの奇跡のカテゴリがあります。開始のアニメーションは、テキストやオブジェクトが非表示の状態から表示される動きをします。 強調のアニメーションは表示された状態からさらに強調されるような動きをします。終了のアニメーションは表示された状態から消えていくような動きをします。アニメーションの軌跡はオブジェクトやテキストが指定した軌道をトレースするように動きます。すべてのアニメーション効果から選択するには、 その他の開始効果を選択します。開始効果の変更ダイアログボックスが表示されました。アニメーション効果が、基本、弱、中、華やかのカテゴリに分けられています。アニメーション効果を選択すると、そのアニメーションがプレビューされます。ここでは、 弱のカテゴリから、フェードを選択し、OK をクリックします。アニメーション効果が設定されたオブジェクトには、このようにアニメーションの開始順を示す番号が表示されます。アニメーションタブのプレビューグループで、プレビューをクリックします。スライド上でアニメーションがプレビューされます。 さらにアニメーションの詳細な設定を行いましょう。アニメーショングループで効果のオプションをクリックします。現在は一つのオブジェクトとしてが選択されています。項目別に変更します。すると、グラフの項目ごとにアニメーションが開始されます。グラフは大きなカテゴリーごとに分かれているので、 そのカテゴリーごとにアニメーションが実行されるように設定してみましょう。アニメーションの詳細設定グループで、アニメーションウィンドウをクリックします。画面の右側にアニメーションウィンドウが表示されました。現在、アニメーションウィンドウには、背景のみが表示されています。こちらの、内容を拡大をクリックすると、 グラフの項目ごとに表示され、より詳細にアニメーションの設定を行うことができます。項目1の下向き三角形をクリックすると、開始のタイミングを選択できます。ここでは、直前の動作の後を選択します。同様の操作で、項目2を選択し、下向き三角形をクリックして、直前の動作の後を選択します。 複数の項目に同時に設定することもできます。項目3をクリックで選択して、コントロールキーを押しながら、項目4をクリックします。これで2つの項目が選択できました。項目4の下向き三角形をクリックして、直前の動作と同時を選択します。同様の操作で、 項目後の下向き三角形をクリックして、直前の動作の後を選択します。連続した項目をまとめて設定する場合は、シフトキーを使用します。項目六をクリックで選択して、シフトキーを押しながら、項目八をクリックします。項目八の下向き三角形をクリックして、 直前の動作と同時を選択しますアニメーションタブのプレビューグループでプレビューをクリックして確認しますグラフの大きなカテゴリごとにアニメーションが実行されるようになりましたアニメーションは図形に対しても設定できますグラフにある2つの吹き出しにもアニメーションを設定してみましょう コントロールキーを押しながら2つの図形を選択します。アニメーションタブのアニメーショングループでその他をクリックし、開始のズームを選択します。プレビューしてみましょう。2つの吹き出しにもアニメーションが設定できました。さらにアニメーションのタイミングを変更します。 アニメーションウィンドウで2つの図形が選択されていることを確認します。下向き三角形をクリックして、直前の動作の後を選択します。これで自動的にアニメーションが開始される設定になりました。アニメーションの順番を変更しましょう。3LDK は欲しいという吹き出しを選択して、 アニメーションウィンドウで選択された項目を上方向にドラッグします。すると、項目と項目の間に線が表示されます。これが挿入する目安です。項目1の下に挿入しましょう。同様の操作でもう一つの吹き出しも選択して、項目4の下にドラッグで移動します。 プレビューしてみましょう二つの吹き出しに効果的なアニメーションを設定できました画面の切り替え効果を設定するとスライドショーで画面が切り替わるときに変化をつけることができますそれでは画面切り替え効果を設定していきましょう 1>, 1枚目のスライドを選択します。画面切り替えタブをクリックして開きます。画面切り替えグループで好みの効果を選びます。ご覧のように多彩な画面切り替え効果を適用できます。ここではワイプを選択します。プレビューをクリックして確認します。 画面の切り替え効果はまとめて設定することができます。現在、1枚目のスライドに画面切り替え効果が設定されています。画面切り替えタブのタイミンググループで、すべてに適用をクリックします。すべてのスライドにワイプの画面切り替え効果が設定されました。スライドショーを実行して、 画面切り替え効果を確認しましょう。スライドショータブのスライドショーの開始グループで最初からをクリックします。Enter ーキーを押して画面が切り替わるときの変化を確認します。確認できたらエスケープキーを押して スライドショーを終了します。